この動画では GUI を用いたホールドタイムの設定方法について解説します。ホールドタイムで起動時保持時間を調整します。起動時保持時間は PWM ピリオドの設定値に応じて自動で計算されます。ホールドタイムの設定値を大きくすると起動時保持時間は長くなります。 この動画ではホールドタイムの設定値を10から63に変更し、実際の動作波形で起動時保持時間を確認します。はじめにホールドタイムを10に設定した場合の負荷動作を確認します。この場合の起動時保持時間は約0.7秒です。LAN をクリックし、負荷を回転させます。 不可動作とオシロスコープの波形を同時に確認してみます。先ほどの動作の起動時保持時間を確認します。起動時保持時間が設定値通りであることが確認できます。 次にホールドタイムを63に設定した場合の負荷動作を確認します。この場合の起動時保持時間は約4.5秒です。ランをクリックし、負荷を回転させます。 地動作とオシロスコープの波形を同時に確認してみます。先ほどの動作の起動時保持時間を確認します。 起動時保持時間が設定値通りであることが確認できます。このようにホールドタイムの設定値を大きくすると起動時保持時間が長くなります。アプリケーションに応じて最適な起動時保持時間に調整してください。